まあ、正直負けるイメージは全くついてないですよ、ね、マックスさんに絶対勝つつもりで、スポーツだと思ってるんで大食いは。はい、じゃあいつもの流れでご挨拶をお願いいたします。え、やれよ。いつもの流れはあなたからだ。あ、いつもの流れ。どうも、アクシゲス、よろしくお願いします。本日、ちょっとなんかいつもと違うじんわりとした緊張感がある、なんか呼ばれたんですけど、これ何ですか今日。あ、今さん、なんか隣の方は趣旨が分かってないそうなんですけど、お話ってされてました？まあ一応軽くは。あ、そうなんですか、うん、え、鈴木さん何も知らないです。知ってる。今回はガオーの特別企画、その名もガオートップオブザヘッドという大食いの大会を開催します。よっ。なんでトップオブザヘッドなんですか。え、なんか横文字使いたいなと思って。今回は大食いになるんですけど、レギュレーションとしては、60分の一本勝負で、食材は今回ラーメンです。お、麺ですか。ラーメン、まあ一応60分で誰が一番量を食べられたのかというシンプルなルールであり、一つ言うとしたら、スープは飲む必要ありませんという形ですね。いつものスタイル、例のスタイルです。例のスタイルテレビ東京スタイルです。ダメだよ。それ言わないように頑張ったテレビ東京スタイル。ガオーに参加いただいたお二人はこちらの方です。どうも。軽く自己紹介の方をお願いいたします。皆さん、はじめまして、川沢と言います。よろしくお願いします。もうね、俺付き合い5年ぐらいになるんですけど、全く変わってないから、5年前が。本当にゾウさん、パクパク大食いでやっております。今日はものすごい楽しみでもあり、めちゃくちゃ緊張してます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと思ったんですけど、なんでこのお三方なんですか。まあ、はっきり言っちゃうと、うん、まあ、僕が個人的に見たいっていうのはかなりあります。何よりお二人の実力っていうのは、僕はもちろん YouTube なりなんなりで全て見させていただいてて、うん、まあ、マックス鈴木を倒せるとしたら、はい、この今若手の二人なんじゃないかなと。どの目線から言ってんだお前ってなると思いますけど、僕は思ってて、はい、まあ、一視聴者としてもぜひ見たい戦いだと言ったら、じゃあカタリクの鈴木さんのこの戦いって見たことある人多分いないと思うんですよ。じゃあそういうことで、この3方交えて、ガオートップオブザヘッドをやっていきたいと思います。じゃあ、いつも侍レッツクックって言ってるんで、レッツイートですかね、今回は。レッツイートでいこう、全員で。全員で、はい。せーのとかなしでいこう。あ、OK、そうです、うん、はい、じゃあお願いします。ユッピ。ちょっと待って、さっきからずっと黙り込んで考えてなかったのがそれだったんですけど。この人最近ユッピーさんとコラボしたがってるんで、ユッピーさん見てたら絶対 DM ください。ユッピーさん本当によろしくお願いします。僕ユッピーさんの T シャツも実は持ってましてですね。ちなみに後ろ、柿崎さんの右肩の上にさりげなく写ってるのはエリマさんです。ヤッホー。ちゃんとどうでもいい。以上です。食材がそのラーメンの60分勝負ってことなんで、かなりその対策を必要とする食材なので、まあ一筋縄ではいかない。10キロの胃の容量ある人が10キロ食べれるかというと、そういうものでもないから、かなり特殊なものだなっていう印象だし、やっぱり普段チャレンジメニューとかだと、もうスープまで完食するっていうのが普通のチャレンジメニューで僕いつもやってるんですけど、スープを残していいってなると、まだ60分の経験はあんまり少ないんですけど、多分マックスさん、カワザイルさんは時間配分分かってると思うんで、うん、結構いろんな、うん、ものが見えるんじゃないかなって戦いの中で、うん、思ってますね。自分は最初に飛ばすんじゃなくて、もう60分間をずっと食い続ける勢いで、2人のペースにその持っていかれないように自分のペースで食べていこうかなと思っております。その人の力とか、うん、適応力、総合力が見れるのかなって思ってます。お二人と対戦されたこととかっていうのはマックスさんはありますか。ゾウさんは
ワンコそばで1回やって、カーザエルは2015年の僕のデビュー、本当にもう同期なので、全くの同期なので、でカーザエルに関してはずっと俺の背中を追っかけてくれてて、もうものすごい身内、ある種もサムライクルーとかでも全然前から知ってる身内というかあれなんだけど、マックスさんは最初の大会で、まあ、お互い初めて出た大会なんですけど、その時はもうなんて言ったらいいんですかね、マックスさんにもう圧倒されてもう惨敗した感じで負けたん でそれからも、まあ、ちょいちょい勝負はしたりもしてたんですけど、1回も勝てたことがなくて、まあ、今回の話前から聞いてると思うので、まあ、どういう仕上げにしてくるのかなっていう、やっぱり ちっちゃい頃というかもう学生の頃から自分も大食いファンで2人のことを見てたんで、まあ、なんかちょっと風の噂でもうゾウさん僕とやりたいっていう話をなんとなくちょっと聞いてはいるので、本当ありがたいことなんで全力で受け止めて、一応僕今ね2020年勝って一応一番上っていうふうにはいるけど、自分はもう一番下のつもりで、僕逆にチャレンジャーのつもりで頑張るので、うん、今ではすごい追いつきたい超えたい存在の2人なんで、なんていうか、まあ、自分も全力で、まあ、正直負けるイメージは全くついてないですね。なんかね、本当正直なこと言うと結構前に話もらってるじゃないですか、っていうのでやっぱある程度こう仕上げてきてっていう今なんですよ。なるべくこう僕的には、まあ、リラックスしてやりたい気持ちもあったんだけど、スイッチ入っちゃって、まあ、よりこうレベルの高い戦いを、しましょうって感じですかね。真剣にやってるんだぞっていうのを、二人に負けないように食らいついていくんで、どうぞよろしくお願いします。もう今日はまあ、マックスさんに絶対勝つつもりでガチで、まあ、今回ですね、ラーメン勝負挑みたいなと思ってます。準備はオールオッケーですか？オッケー、俺も進めていきます。よし、じゃあ始めさせていただきます。カメラでもオッケー。はい、テッションの皆さん大丈夫ですか？オッケー。よし、じゃあ5秒前からカウントダウンさせていただきます。お願いします。よし、5、4、3、2、1、スタート。ありがとうございます。おはようございます。
15分経過です。今排水は333です。並んでる。はい、はい、どうぞ。はい。
どうぞ。
ろやります。Thank you.
40分経過6、残り時間20分です。はい。
お願いします。はい、40分経過残り15分です。はい。おう。
残り10分です。はい。はい。Thank you.
大丈夫かな。残り時間5分です。
2分です。10秒前、9、8、7、6、5、4、3、2、1、終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。体調的なところもあると思うので、結果発表サクッとさせていただいて、はい、一応回数的なの第3位がゾウさん7回完食と残りがこちらになります。第2位がカザヤさん、はい、8杯完食と残りがこちらになります。はい、第1位がマックス鈴木さん8杯完食とこちらになります。残量が、はい、コメントだけ一言ずつもらって、はい、まあ結果的にはちょっと負けてしまったんですけど、はい、やっぱりなんかこういう経験したことないんで、うん、すごくなんか今後というかマックスさんカザルさんっていうめちゃくちゃ強い方出てきて誇りに思いますし、またこういう機会とかあれば次は勝とうっていう気持ちにさせてくださって本当にありがとうございました。またお願いします。最後の最後追い込みがすごいところになってありがとうございました、はい、今回は2位という、結果でしたが、久々にガチバトルができて本当に今後につながるいい経験になりました。ありがとうございました。このね、企画がこれないとこういうなんかこう、ね、テレビの大会でもない限り、はい、大食いっていう面でもしラーメンとか対決も品でこういうの本気になってこう前から準備してやることってそもそもなかったと思うんで、純粋に、まあ、サムレに感謝したいのと、あと一応まあサムレクルーなんで、この場を提供してもらったアドデンさんに感謝申し上げます。ありがとうございます。はい、あとはやっぱそうですね、もっとこういう若い人たちがいっぱい育っていけば、フードファイターの方の界隈も盛り上がるんじゃないかなと思ったので、はい、そうですね、また何ヶ月後何年後か分からないですけど、こういう方出たいなって思うのと同時に、その時も元気で言えられるように、はい、はい、走りまだまだ走り続けたと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんに拍手をお願いします。今回第2回ガオトゥトップオブザヘッド、はい、第1位のマックス鈴木さんにサムライの方から左右を向いていただいてよろしいでしょうか。タテガオドイエーイみんな、これ結構ちゃんとしてるじゃあこれ次の大会まで取ってきます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ガサヤさん、もう一度改めましてよろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。